そうですね、まあ初めて使わせてもらって、そのキャストフィール、そのスプールの立ち上がりの良さ、滑らかさ、まあまあそれはねスプール系だけじゃなくて他のまあね TWS とかもあるんですけど、まあ本当に扱いやすくなってるなと。で結構こう今まで、まあね、28エアの28から CT の30使ってきて、結構霞水系で釣りしてるとやっぱりこうシャローブッシュが多くて、まあ軽いものを打つ中でも太い糸を使いたい、そんな中で個人的には CT はやっぱり12ポンドぐらいがマックスっていうところで、このスティーズはやっぱり14あるいは16までいける、で32倍で軽やかなスプールの立ち上がりを持ってるところで、まあすごくフィーリングがいい、リールで、まあそのベイトリールの中でやっぱり一番中心的な存在になるのかなって感じはしました。はい、いやもうすごいハマってますよね。それは霞ヶ浦だけじゃなくて、まあどの日本全国のバスフィールドやっぱりタフ化してきてる、まああとはそのまあね、今までと違ってリールが非常に性能が良くなって、スピニングで扱ってたルアーなんかも今ベイトでどんどん投げられるようになって、でそういった中でルアーチョイスも本当増えて、でまあエアーがあって CT があってこのスティーズで、それも2倍続き刻みでこう来てるんで、まあ本当細かな使い分けがアングラーとしてはすごいしやすくなってる。でプラスルアーの重さプラス、まあ、湖のコンディションプラス、あとはまあ糸の太さを本当に細分化できて使えるので、まあ本当アングラー有利なモリール、なんかこうまあ160ってやっぱり軽い、まあ、ベイトの中では本当軽いで、それはやっぱり、まあ、バランスっていうのがあるので、竿もね新しい竿軽くなってはきてるけれども、やっぱり全体的なバランスを保てる意味では、まあ、160g ぐらいが結構ベスト。で当然エアになってくれば、ね、使うものも軽い、竿も軽くなってくるんで、もうちょっと軽さを求めても、まあ、しっくりくるけれども、まあ、本当こうベイトのメイン機でいけばやっぱりそのぐらいが使いやすいのかなと。で特にこう、まあ、ロールキャストしたり、まあ、アンダーで投げたりピッチングしたりする時のあの手元のバランスっていうのは取れてるのかなと。やっぱりかっちり感が出てる。でそれは特に感じるのは私の場合はフルフッキングした時にやっぱりブレないし、しっかり合わせた力がまあリールが受け止めてくれて、でその力が針へと伝わってる感がすごくあるので、だからそのこの新しいスティーズ、その剛性、それから巻き心地、ね、ハイパードライブデザインの そのギアで巻き心地がいいで、さらにこう合わせたフッキングしたパワーをしっかりリールが受け止めてくれる、でそのフッキングのパワーロスがない分やっぱり魚をしっかりかけてくれるって感じがあるので、やっぱりかっちり感、軽い中でもかっちり感っていうのはやっぱり大切、自分の中ではちょっとこうなんだろうな、特にショートレンジで釣りをしていく釣りが好きなので、やっぱりガツンと合わせる、でその力を逃さずに針に伝えたい、だから例えばその合わせた時にリールがちょっとこう、まあ、歪みはしないけどちょっとね力パワーロスをするようなことが手元に感じられるのがすごく嫌で、こう力を逃さないたまないっていうのはまあ自分好みで、やっぱりこう例えばロングキャストしてスピナーベイトこう巻き物とかで釣りだとそこまでねフッキングパワーかからないんで、そんなにはね あれなんですけど、特にショートレンジの場合はすごくこだわって、そこの剛性感っていうのはまあ自分の中ではやっぱりすごい新しいスティーズの気に入ってるところの一つ、うん、そうですね。まあまあもともとねゼロアジャスターっていうことで、まあほぼほぼその、まあ、スピードシャフトでスプールがこうぴったり
まあ、バランスよくこう真ん中に保たれてる時からもう私なんかほとんど、まあ、メカニカル動かさなかったのでもうマグブレーキだけでこうブレーキ調整してきたので、まあ、今あじゃあこれがこうなくなってどうなのっていうところではまあ、あの全然不具合というかそういう不便さは感じないのでいいんですけど、まあ、でもここまでよくやったなと。やっぱりこのバランス、スプールのバランスが崩れるとやっぱりキャストした時にスプールがちょっと遊んで、まあ、キャスト距離のロスになったり、まあ、締めすぎはね当然やっぱりどっちかに押さえつけられるので、でスムースなキャストができない。そんな中で、まあ、これはね大和さんとの、まあ、話の中でやっぱりそれスティーズ専用で組める、まあ、手慣れた職人の方がこれを調整してぴったり合わせてくれる。今までだと多少ね動いて本当ひょんな時に多少ちょっとずれて、でもそれをたまに釣りしながら調整するっていうことがあったんだけど、まあ、今度それがなくなったことでそういう余分な手間が省けてる。でなおかつベストなセッティングで最初から出てるので、まあ本当気にするところが一つ減って、まあもうブレーキといえばこのマグブレーキの調整だけでこうどんなルアーも対応できるっていうところがすごく魅力なので、まあもうイージーかつ、まあ、使いやすいが備わったリールなので、そこは非常にありがたい。じゃあこれをもう本当に最初からベストなセッティングに出てるのでスプールがね、そのだからそれがゆえにもうマグブレーキだけにができるのはやっぱり大和さんの今までのテクノロジーがあって、そういうピタッとくる、まあ本当細かなね作りもそうだけど、まあ組む人はねちょっと大変かもしれないけれども、そういったものを使わせてもらえる、使えるってことがまあ本当に釣りに集中できる。マグブレーキをね投げながらちょちょっといじるだけでベストなキャストフィールを得られるってとこでは非常にありがたくなったかなって感じがします。はい、だからやっぱり最高峰のスティーズ、これはそういうところからやっぱり来てるし、その作り込みもスティーズならではなのかなみたいな感じで、もうこれを使い出すとね本当にどんどん、まあ今までもねベイトリールいろんな形で進化してきたし、スティーズ自体もね前回の16スティーズからこうやっぱり新たなテクノロジーが組み込まれてより使いやすくなり、でこの32倍のスプールが入ったことで非常にトータルバランスの取れたリールが仕上がってる、リールに仕上がってるなっていうのはもうすぐ投げてもらえれば分かる一投で。まあまあ全てがねバランスよく組み込まれたリールなので、まあこの先ねバスのベイトリールを、まあ、スティーズがやっぱり牽引していくのかなっていう感じがします。ファーストインプレッション的なのはそうだな、初速が素晴らしいっていうのが一番最初に感じた印象で、まあ投げた瞬間のレスポンスが、まあ今までの歴代スティーズより、まあ1ランク2ランク上だなって感じましたね。で、あとは小さい、コンパクトになってるっていうのをすごい、まあ握った瞬間に感じて、まあ、握った瞬間ちょっと小さい。で、投げた瞬間初速がいい。で、あとはな、リーリング巻いた時、アクションさせた時の剛性感というか、まあギアかな、特にギアのしっかり感を感じたのがトータルの第一印象ってとこですかね。まあなんだろうな、歴代スティーズ2代目3代目ってこう見た目にこそ似てる感じなんだけど、だいぶ技術の進歩というか、その投げた瞬間に分かるその進化っていうのはやっぱりすごい伝わってくるんで、
まあ、34杯のスプールから32杯に変わりましたっていうところで、まあ、霞ヶ浦なんかでいうと、まあ、よく使うウェイトのルアーっていうところがすごい低弾道で投げて飛んでくれる。でアキュラシーもすごい決まるんですごい使いやすくなっているところがすごい気に入りましたね。やっぱここがすっきりしたっていうのがまず、ボディがこれがなくなることによって小さくなってるっていうのが感じられて、で霞ヶ浦の釣りなんかは結構もうパーミングしたままこう投げちゃう。まあ通常はねワンフィンガーツーフィンガーでキャストはするもんだと思うんだけど、もうこうアクションをさしてる手のまんま投げちゃう時とかにやっぱりコンパクトのボディってそれがやりやすいんで、まあこうキャストの自由度がすごい上がった。まあこのゼロアジャスターのつまみ1個でそういうなんて言うんだろうな、自由なキャストができるようになった、要はイコール小さくなったっていうのを感じてるかな。でゼロアジャスター自体のこのガタみたいなのは調整しないとガタが出ますよみたいなのは全く感じなくて、実際こうグッと動かすとちょっと若干動くのは中でバネの機構みたいなの効いてるみたいで、キャストの時には全く感じないんでそれは違和感がないので、まあいい方向、いや小さくなったってコンパクトになったっていう方向の良い方向しか感じられないんで、まあ俺はすごい気に入ってる部分の一つですね。まず今までの34ファイスプールっていうところが、まあすごい広いレンジを見た設計であったから、まあスプールをその辺で調整して下投げ、まあ、ピッチングであったりちょっとウェイトの軽いもんであったりショートキャストであったりとか使うもんによってこうスプールを変えたりしてそこら辺は調整してたんだけど、まあよくよく霞ヶ浦で使うようなルアーであるものはほぼほぼこのノーマルスプールでいけちゃう。まあ一番気にしてるところって初速の良さ、立ち上がりの速さみたいなところなんだけど、それが今までのスティーズよりも正直ランクが上がってる、すごい良くなってるから、まあなんていうのかな、ちょい投げでキャストが決まる。でいてブーストの良さっていうその後半のブレーキの抜けっていうところがあるんで、一伸びが決まるからそれほどこうピッて投げなくていい、力を入れて手首を使ってっていうキャストじゃなくても、なりのキャストワンって投げたキャストでもスーッと伸びてくれるから、ディスタンスを取ったキャスト、要はボートのプレッシャーかけないための距離を取ったキャストとかも伸びてくれる分、ディスタンスも取れるようになったし、より低くモノルアーを入れたいっていうところも決まってくれるんで、まあ、すごい使いやすいですね。一番そのギアのハイパードライブデザインを感じさせるのってやっぱり自分の場合はスピナーベイトであったりとか巻き物の一定のギアをこう回した時に伝わってくるそのギア感っていうかな、ギアの波面を感じるんじゃなくてそこがいかにシルキーかっていうところ、それを長い時間使った時にずっと維持してくれてるとかね、あとはその魚をかけた時の力強さみたいなのが一番ハイパードライブデザインを感じやすい部分なんだけど、まあ、これボディがコンパクトになっててギアには負担がかかる、要は大型ギア入れたりとかそういうのがすごい苦しくは設計上はなってくるはずなのに、まあそこをすごい感じさせない、要は多分構造が変わってるんだと思うんだけど、スピナベのブレードが回ってる感じもすごい手元に伝わってくるし、まあ、ハイギアリールを使ったこうワームのアクションなんかもスッて回した時に、まあ、その感度がいいっていうかね、そういうところもすごい感じ取れるんで、まあギアの部分一つ、ハイパードライブデザイン一つ取っても、まあ、今までのスティーズよりランクが上がってるのを感じる。まあ、もし一緒ですよなんて言われちゃったらちょっと残念、俺の感じ方が残念なんだけど、まあ全然こっちの方がより精度が上がった感じが取れるんで、まあすごい進歩だなと思います。
よーい。すごく良かったですね。はい。現行のまあスティーズもまあ全然いいんですけど、やっぱりなんていうかな、進化を感じるし、やっぱりブレーキも変わってるじゃないですか。まあそこら辺もまあまだ半日しか投げてないんですけど、すごいちょっと感じ取れたと思います。最初に感じたのは出だしの良さですよね。はい、出だしが軽く感じましたよね。まあ、今までの34杯のスプールは出だしはそんなにこう軽く感じないんですよね。後伸びするっていうのかな、こう途中から伸びていくような感じなんですけど、まあ、今回のこの新しいスティーズの32杯は、なんか出だしからちょっと軽く感じる。はい、そこはちょっと32と34のこれが違いなのかなっていうのは思いました。出だし、いい方がコントロールしやすいんですよね。はい、そこはちょっと CT とかですごい感じてたんで、ちょっとそれに近い部分もあるかなっていうふうには思いました。ちょっと撮影の時にまあたまたまなんですけど、向かい風でちょっと投げる、そのアングルでやってくださいって言われたのがちょうど向かい風で投げるような格好だったんですけど、で向かい風でまあ、ここについてますこのピーナッツの DDR、 これ決して投げやすいルアーではないはずなんですけど、まあアゲンストの風でこうキャストして途中失速することもなくバックラッシュすることなくそのままこうスーって普通にまあ追い風のように飛んでくんですよね。ちょっとそこがすごいなんかびっくりしたというか、正直投げられるのかなって思ったんですけど、まあやっぱ向かい風だし風も一定には吹いてないから強かったり弱かったりするわけじゃないですか。でもそんな中でも結構投げたんですけど、結局一回もバックラッシュせず失速することもなく飛んでったのはちょっとびっくりしましたね。でボートの場合結局風に向かって息を踏んでいくから向かい風のケースって実は多いんですよね。多分ほとんど向かい風で投げることが多いので、まあそんな中で今までのリールも別に不具合は感じたことなかったんですけど、まあ、今回この新しいスティーズは、投げてる間のバックラッシュはなかったんですよね、向かい風の時。だからやっぱりめちゃくちゃ進化してんなっていうのは思いましたね。すごく以前のブレーキって安全牌だったと思うんですよね。だからやっぱ出だしからブレーキかかってる感があるから感じるんですよね、それをね感じるから、まあでも結果的にはバックラッシュしないし、だからって飛距離が伸びないわけではないので全然いいんですけど、ただ、まあ、今回の32杯の方が気持ちよく投げられてますよね。はい、だからもっと軽いルアーもいけるだろうし、まあ、今このロッドにこのクランクって実はちょっとロッドも硬いしで投げづらいはずなんだけど全然投げづらくなく飛んでったんで、ちょっとじゃあ従来のスティーズだったらどうかなっていうと若干飛距離も落ちるだろうし、何回かバックラッシュしたと思うんですよね。それはなかったんで、ちょっと向かい風で投げてすげえポテンシャルをなんか見たなっていうふうに思ったんで、結構僕手が大きい方なので、ちょっと大きくても苦にはならないんですけど、まあ、若干やっぱ、まあ、スプールの幅がちっちゃくなってるっていうことで、まあ、すごく握りやすくはなってるし、でやっぱり握り方ももちろんあるとは思うんです。人それぞれちょっと若干違うと思うんですけど、やっぱり低くってちっちゃい方が力も入りやすいと思うんですよ。そういう意味ではすごく今回の方が、まあ握りやすいかなって思いました。まあ、ハイパードライブ搭載ということでちょっと剛性はあるなっていうのは感じてるし、やっぱりこの
スティーズもともとねすごい滑らかじゃないですか。だから巻き感も上がってると思うんですよね。やっぱハイパードライブってすごいなと思いますよね。そこがね全然こう、当然ギアで回してるんだけど、ハンドル回してギアで、まあ、でスプールを回すじゃないですか。でもなんか本当にギアあるのかって思うような感じですよね。まあ滑らかさすげえ持続しますもんね。まあ、そこはすごい感じるので、まあ、本当に何にも今んとこない確かないので、はい、いいと思います。強さは出てると思います。はい、もともとそんなに使ってなかったんですけど、結局ブレーキが2個あるってことになっちゃうじゃないですか、従来のままだと。そうすると本当のこうなんていうかな、ドンピシャの設定出すのってすごい難しいですよね。だからそれが片っぽなくなって、まあ、マグだけこっちのっていうのは、いや分かりやすいし、ただマグの数字だから、例えば同じロットだったら、ルアーも同じだったら、例えば誰かにブレーキどのくらいって言ったら、例えば8ぐらいだよって言えば、もうそこで設定終わるわけですよ。そこの分かりやすさっていう部分ではすごくいいと思うんですよね。はい、でまあ、もちろん人によって投げ方も違ったりするから若干違うとは思うんですけど、でも具体的な数字で表せるっていうのはすごくいいと思うんですよ。だから今までとブレーキ2個なんで全然違う設定なのに、まあ、マグ8だよって言われても全然飛ばないじゃんとか、逆にバックラッシュばっかりだよみたいなのあったと思うんですけど、今回はもうその選択肢は1個のブレーキしかないわけだから、そこを1つの数字で言えるのはすごく分かりやすいし、まあバックラッシュもそうせやしないですよね。お、大バックラッシュはないですよね。ちっちゃいのあったとしても、だからすごくいいと思います。とにかく向かい風で投げた時が良かったですね。はい、もちろん今までのスティーズでも投げられますけど、全然なんか伸びてく感じがした。向かい風なのにリップのついてるクランクメイトでもあるにもかかわらず、そこがちょっと驚きだったし、ってなればもっと投げやすい例えばジグだったりとか、もうもっと飛ぶわけじゃないですか。まあ投げづらいルアーでこれだから、いやすごくいいなって、技術の進化を感じますね。このね、新しいニュースティーズ、これ実に6年7年8年ぐらいだと思うんですけど、超久しぶりに、リニューアルされたんですけど、まあ前のねスティーズも出た時もすごい感動したの覚えてて、まあ、あの T ウィングになって、でまあ本当にね、そのスプールの性能とか、まあ、ボディなんかの形状なんかも大きく変わって、すごくね感動したの覚えてるんですが、まあその時の感動を蘇るというか、まあ、全然それ以上にすごく新しい印象を受けたんですけども、それどういうところがまず一番このニュースティーズの、もう瞬間的に感動したっていうのは、やっぱりこのリールシートとの相性、この握った時、まあ、デザインなんかも見てもらったらすぐ分かるんですけど、やっぱこの握った時の感じっていうのがすごく一体感があるっていう、まあ、まずそれが体感として一番最初に感動したものですね。で今回いろんなルアーをロッドもいろいろ変えて、セッティングしてみたんですけども、すごくねこう秋らしいキャストからロングキャストまですごくやっぱ馴染みがいいんで、正直な、まあ、その第一印象としてはすごくキャストしやすい、いい当たりよ、そしてアクションがしやすいっていうところがまず第一印象ですね。めっちゃ引くぞこいつ、いや引きすぎ引きすぎ、でかいでかいでかいぞでかいぞ、よっしゃ、いやいいわ、巻き取りスムーズ、丸のみ、イエーイ、超巻きやすい、パワーあるっすねやっぱ、全然
で、まあ、実際使ってみて思ったのがやっぱ今回ね、あの前回34ファイ、スティーズ34ファイだったんですけども、それもすごくバランスが良くてめっちゃ使いやすかったんですけど、まあ、改めてこの32っていう32ファイだったんですけども、あのそれでちょっと、感じたところっていうのが、あのより軽いところっていうのがまずキャストしやすくなってるっていうのが印象ですね。で、まあ、今回この、16分の1オースの、ネイル入れた、ネコストライドですね、まあ、これでも結構魚かけたんですけども、まあ、ベイトフィネスの領域だと思うんですよね。で、まあ、もちろんその、ベイトフィネス機に比べると当然それ以上ってことはないんですけども、全然あの使える範囲の、ポテンシャルっていうのがあったなっていうのが印象ですね。で、片やですね、こんな軽いものを投げたと、思わせといて、さらにですね、こんなバカデカの今回スティーズクランクの7やとかも投げてるんですよ。さらに、まあ、8分の5とか2分の1のスピナーベイトなんかもキャストしたり、まあ、いろんなルアー結構投げてるんですけど、まあ、感想としてはどれもあの全然使えちゃうっていうところですね。これがね、32ファイのある意味、すごいバーサタイル性というか汎用性の高さっていうところだと、感想としては思いましたね。おー、スピナーベイト、おいよーい、快適キャスティング連チャンで投げれちゃいますね、スティーズで。こう巻き感度っていうのもすごい剛性感がやっぱ上がってる、まあ、ハイパードライブ、前回のモデルハイパードライブじゃなかったんですけど、今回ハイパードライブが採用されてるっていうことで、まあ、こういうブレード付きのルアー投げて、その巻き感度なんかもそうですし、あとはやっぱそこすごいネコリグみたいな軽いルアーでやってても感度めちゃくちゃいいんで、やっぱこれはハイパードライブとこのボディ剛性が上がってるっていうところの恩恵がすごい大きいのかなというふうに思いました。まあ、トータルしてやっぱりもう最新っていう感じですね。いかにもスプールの性能からボディの剛性からやっぱハイパードライブの、パワーですね、その辺含め全体的にやっぱりもう全く新しいものになってる、まあ現代のスティーズっていうふうにやっぱり生まれ変わってると思うんで、まあ皆さんもね、多分使ってもらったら、あ、やっぱ新しくなってるなっていうところはやっぱ体感として絶対あると思うんで、まあ、今回まあ、自分的にすごい驚いたのが、まあ、あらゆるルアーをまあ快適に使えちゃうっていうこのね、バランスの良さ、まあ、ここがすごく一番感動した部分なんで、まあ、ぜひ皆さんもね、手に入りましたらですね、使ってもらったらまあ感動してもらえる、ものには仕上がってると思うんで、まあ、ぜひね、皆さん使ってみてください。